信長は武田信玄、上杉謙信の領有をほふった。これにより天下は信長の手に帰したかに見えた。だがその信長に家臣明智光秀が反旗を翻したのである。光秀、信長が勝負知る。最終は山崎の戦い。是非もなし。信長様は天下を取るでしょう。ですがあのお方は神を恐れず化け物と呼ばれることも厭わない。それでは是非もなし。うぬに世の行く末が見える。光秀、全てを変えられぬなら変わらぬも同じ。撃ち取った。遅れは取らぬぞ。続け。天王山は後回しよ。敵の退路をすべて立て。こんな運命もあるんだ。信長、俺の生き様、同点で味わいだ。新しき武器を古き道に使われるのか。孫一、
滅び解き放たれるがよい。お見事な腕前でございますな。霧が濃く先が見える、まさに光秀の心を知る。敵将討ち取った。遅れは取らぬぞ、続け。敵将討ち取った。お見事でございます。お見事な腕前でございますな。使わなくて理由も意味もないはずなのに。押されているだと？バカな。山に陣取られていてはお味方は不利。私が光秀様を麓まで誘い出します。それはここが戦場であること知っての言葉ですか。はい、しかし爆弾した。今そちらに行きましょう。男に手加減はしないぜ。お見事でございます。敵将討ち取った。誰らも遅れは取らぬぞ。いかになろうと我が信念は変わらぬ。者の父として親方様の仇を討つ。大国を討つ。
あくまで指導を守らんとする。あまりに愚直だが、それゆえ力を使うか。覚悟を決めるか。敵将討ち取った。火神薄命ってちょっと違うか。私たちも続きましょう。孫一よ、ウヌのその腕、その銃、世を変えるためにあると気づかぬとはの。答え、ウヌは天下を伺うものか否か。天下はすでにあなたが。それともそのやり方ゆえ世の心は収まりません。それではまた乱世。私はあえて信長様殺しの汚名をかぶりましょう。汚れを覚悟の上か。受けられるか。戦いに死す者よ、乱世の終わり見ずに死ぬこと喜ぶがよい。お出前でございますな。押されているのか。
私としたことが感謝いたします。お見事でございます。敵将討ち取った。お見事でございます。敵将討ち取った。無価値。乱世はやはりあなたを選んだ。無価値。刀をつかめ光秀。ウヌの業を背負ったその刀を打った。何故？わからぬか。ならば